これ意外とね、いいんだよね、はい、こんな感じ。いや、いいよ、人知れず歯食いしばってようが、ね、うん、何も解決しないんでしょう、うん、寝て叩いて始まりました、始まった本当。いや、まあ、あのダラダラしたとこから始めるから、ね、来てくれたお客さんには申し訳ないですけど、今回はね配信をなんか配信のねお客さんをメインで、あ、こんばんは、ピエラプソディ坂田さん、はい、大丈夫ですか。だってなんかまだこっちには、そうなんですよ、あ、始まってる、始まってる、始まってますか、こんばんは、うん、あ、そうなの、映ってます、はい、うん、大丈夫、もう映ってます、坂田さん、かわいい、坂田さんってあれじゃんね、あの返事が遅れて今日あの喋るから、だいぶきっと今君はMC 下手じゃん、誰か、うん、だって喋りたくないんだもん、ラジオやってたでしょ、でもラジオやってた、ラジオはほらラジオメインでやってたの、メインではないけど、まあ番組でもあれは全部自分で進行を書いてできる女だから、何が、ね、あ、セリフとか決まってるってこと。セリフは決まってないけど、まあ進行を書いて、タイトル何、坂田佳代のなんとか、何だったっけな、忘れちゃったけど、そうそう、週替わりであの担当してたわけ、だからできるはずだよ、うん、でもあんまり喋りたくないね、うん、じゃない、喋りたくないの、うん、特にあの一人で喋ってる時はいいけど、うん、なんかこういう風になると、うん、すごい言いたくないこととか言わされるじゃない、うん、絶対性格、いや、そんなことないじゃん、性格悪いから、そんなことないでしょ絶対さ、なんかあの答えたくないこととかさ、うん、あとなんかこう、いや、でもね、今日は嘘ばっかり言うから大体気をつけようと思ってる今日は大体嘘ばっかり、あのみんなが見てると一応ね思ってる、ね、見てます、うん、ね、これ残るし、アーカイブも。そうなんですよ、うん、こんばんはね。うん、そうだね。そうね、あの、見てる人はね、コメントください。お願いします。今日ね、のんびりやっていくんで。多分ね、あの、1曲ぐらいしかやんないんで。そうそうね、大炎上したらしいですよね、あれ。いや、なんかね、機嫌が良くて喋りたいっつって、ずっと喋ったらしい。何？何でもないよ。はい。あの、清水一平。あ、一平です。ギターの清水一平です。ピエラプソディーズです。ボーカル、坂田佳代。はい。ありがとうございます。そしてね、さっきまで初 DJ、ね、あかね。うん、あれ DJ って呼んでいいのかな？セレクター。セレクター。そう。それかあれだね、焼き鳥焼いてるマスターぐらいのあれだよね。皿に置くみたいな、焼けたら。で、あの、出すのが私みたいな。タイミングを見て出すみたいな。もうこれは OK ですかっつって。ね。出していいですかっつって、ね。そうなんです、うん。で、今日カメラマンがね、ともひこ。はい、ともひこです。うん。こんちゃーす。こんちゃーす。こんなんでいいのかな、いいよね、たまにはね。そう。何、緊張してるの、してないけどさ、自分でこの企画やりたいって言った割にはなんかさ、そうそうそう、あの、うん、随分ゆるいなと思って。いやいや、違う。今日は、あの、ゆるいのがいいの。まあ、そうだけど。うん。ゆるいとこを見せつけたいの。うん、俺の。いや、それは。みんなに。それはもうみんな知ってると思うんだけど。そんなことないよ。すごいよ。最近かっこいいとかさ、言われるよ。俺だって。あ、そう。うん、言われてる。で、あ、そうそう。で、最初に多分これ時間切れちゃうから、最初にあの、あ、フライヤーとか何も持ってないじゃん、東京タワーの。知ってまーす。東京タワーのね。アウトしてもいい？あ、じゃあ俺がなんか、あ、こんばんは。いえ、誰ですか？ MKMK さん。こんばんは。全然わかんないんだよね。インスタとか、あの、誰が何、あの、あだ名で来られると誰だかわかんないけど、愛してます。ありがとうございます。やべえ、一人にされちゃったよ。いえいえいえ、みんな見てくれてるのかな、どれぐらい見てるの。いや、これをね、少しずつ俺は続けていきたいと思っている。そんで、あのね、そんなにね、真面目な話したらそんな地方に行けないしね、こうやって時々会えればいいなと思っているのです。思っているのです。あ、ちょっともうちょっと飲みたいな俺。というわけで、12月の27日に PA ラプソディーズの、あの自主企画
イベント、テントショーの、年末スペシャル東京タワーで開催いたします。で、まあ、今あの後ろでうっすらかかってるあの原稿裁判をあの対バンで読んでやることになりました。皆さんよかったら配信もねやるんで、配信チケット買ってあの年末家で見てもらってもいいし、もちろん東京タワーまで遊びに来てもらってもいいしって感じですね。よろしくお願いします。偉いな坂田さん、なんかさ本当に分かんないけどやりたいっていつも言うけどなんか全然さちゃんとしてなくて、結局私がいつもなんか違う、ちゃんとしてるよ。俺最初に陽介に迷惑かけるかもしれないけどごめんねって言っといた。それだけはちゃんとしてる俺。結局なんか私がちゃんと やらなきゃいけないみたいな感じっていうかになってるじゃない。それはそうじゃん、ねね、3年間それでやってきたじゃない。いや、やりたいそれでやりたいとは思ってないよ決して。ただなんかそうなっているっていうのを受け入れているっていうだけで、うん、そうだよ、うん、そうね、いつも言うように許してはいない受け入れているって言ってるの、うん、深いよね。許されてないんだ、ね、そう、許してはいない、うん、それを許してはいない。いや俺も許されたいとか思ってないから別に、まあ、どうでもいいけどね。そこでなんかよくわかんないあの子あの突っ跳ねてくる感じがよくわかりませんけれども。違う、これもう演奏した方がいいと思う。そうなの。いや俺はあの解散のピエ・ラプソディーズの初の解散の危機の話をね、うん、こうみんなにも聞いてもらいたい、うんうん、そうやってあの俺のことを今言ったじゃない、うん、言ったよ、言ったよね、うん、あなたのことしか言えないぶっちゃけ、うんうん、なんかねこれ俺本当にみんなに聞いてもらいたいんですけども、2人でね千葉のライブに行ったんです。あ、それが危機なんだ。それが今までで、うん、もう本当に解散しようと思った。俺本当にもうこいつとはやっていけないと思った。言ってみて、いいよ。千葉にライブに行ってね、バーベキューができるとこ行ったのよ、うん、そんでね2人のお金でちょっとたまには贅沢しようつってすげえいい肉とか買って、すげえ、そうこの丸さんもいた行ってね、そんであのこれあの食べようねつって言っててライブ終わって、で俺は他の人のライブとか見たりね、あの呼んでくれた人とお話したりね、いろいろやってたの。したら坂田さんずっといなくって、その間ねいないなと思ってしばらくしたら帰ってきて、いっぺんうまい肉全部食ったから。そんな風な言い方はしてない。一人で全部食ったんだよ。そんな風な言い方はしてないけどね。でもね、すげえ嬉しそうだった。美味しかったんだ。普通二人で食うじゃん。いや、あの、まあ、俺は分かった。肉いらないけど、うん、あの、いや、そう、そう、美味しいねとかさ、そういう、なんちゅうの。そういうのがやりたくて、バーベキューとか俺全部用意したんじゃん。だからそういうのが分かってない。分かってないよね。そう、だから俺が帰る頃には全部肉終わってたじゃん。そうだね、いい肉はね、いい肉は終わってたないねそうだけど私はなんかそのちょっとそういうところが欠落してて、なんかやっぱさそのほら人と一緒になんかこう、うん、何一緒に美味しいねとか大丈夫かなこれ俺たち分かんない美味しいねとかさなんかよかったねとかって言い合ってみたいな、そういうなんか付き合いっていうかがやっぱちょっと欠落してて、欠落してんだね。そう、共感とかね、そういうのが欠落してるのすごい。ただそれで機嫌が悪くなったとは思ってなかった、うん、だよね、気づいてなかったよね。そう、全く、うん、あれ今日私すごい頑張ったのに今日そんなにライブの出来悪かったかなと思って、ずっとなんかね怒ってた。やべ、なんか怒ってると思って超怒ってると思って本当えって、ですごい悩んだのよ。それで私はこんなに、でもさ、その時にお前が肉一人で食うからじゃんとか言ったらかっこ悪いじゃんなんか小さい男みたいで。いや、でも正直言って小さい男だ正直言って小さい男じゃん私はそのなんて言うんだろう、あの一平ちゃんがなんかこうすごく不満とかなんか機嫌が悪いっていうのは全て音楽のことだと思ってる。ライブの出来だとか、なんかこうそういうあそこのタイミングでそうじゃないとか、あんなに練習したのにまだダメなんだと思ってすごいなんかへこんで、もうこれは一平ちゃんの思うようなあの私にはなれないかもしれないと思って、結構年末すごい
へこんで悩んでやっていけないかもしれない一緒にってすごい思った。いやマジでマジで、うん、本当に、うん、でもそれは本当にその、うん、自分自身の音楽的なことだと思ってたわけ。違う、肉先に食ったからでそれを本当に全然知らなくって年末年始すごい悩んで考えて、でそのなんて言うんだろう、今年1年どうやってやっていこうかとかそのいやでもって、もし一緒にやれないとしたら何を やっておきたいかって、これだけは頑張ってなんか実現させたいってことを実現させてからあのやっぱりやれないかどうかっていうのを考えようと思って、今年の目標をこの、 あの東京タワーでライブするぞって。そのあそれで東京タワーになったの。いやすごい悩んだよ年末年末年始で、ずっとなんか俺全然やる気にならねえとかなんかすごい言っててすごいやなんかマジかよみたいな、もうダメかなとか、いやでもなって、ここでなんかあのダメってやりきってないしとか思ってすごい悩んで、それでちょっと話があるって言って、年明けに横浜であの飲みながら、そう今年1年私はこういうことを思ってると、うん、でこういうこともやりたいと思ってる、できるかどうか分かんないけどやってみないかって言って話をしたんですよ。ああそういうこと。そう、そしたらああとか言って、やりたいやりたいとか言っておじさんが嘘嘘とか、可愛いじゃん可愛いじゃん、すごいなんか急になんかそうなってあれと思って、じゃあしょうがないな、そっちいろんなこと頑張ってこれクリアするかと思って、なんかいろいろ企画書とかを作ったりとか、その誰とコンタクトを取ればいいかとかっていうのとかをすごい調べたりとかして、すごい頑張ったの私。いやマジで。そしたらある日突然いつかのなんかライブで MC でそういえばとか言って、俺はお前に言いたいことがあるとか言ってえ何と思ったら、俺はあの時の肉のことが許せないとかみたいな史上最強になんか許せないみたいなことをライブの MC 中で急に言い出して、で私なんか何の話とかって思ったら、えそれだったのみたいな、あの時あそうなの、そうそれでこれになったんだ。そうだよ、私はすごい悩んだんだよ、誰にも相談できなかったけど肉、あそうそうそうだ、まあそんなことがあって、うん、その東京タワーだからいいよ、東京タワーでバーベキューやるわじゃあそうやることで出来になろうもん。そんなことで解散の危機とか思ってたのこの人どう思うひどいでしょ本当に危なかった、本当に音楽的なことじゃない、1ミリも1ミリも音楽的なことじゃなくって、そのいい肉を私が勝手に一人で食べたっていうことが許せなかったらしい。そうでしょう、うん、そうだよね、え普通そうだよね、わかんないけど、ね、ちっちゃい男だよねそんなまあそんな流れで東京タワーのライブを今年年末やることになっております。イエーイ、皆さんよろしくお願いします、ね、そんなアホなバンドなんだよね。そうだね、そうなんですよ、うん、すいませんでした。全然噛み合わないのだからずっと噛み合ってないよねずっと噛み合ってない、うん、ね、噛み合わせようとも思わない、思ってないし ね、そう、まあそんな私たちにそのサポートで入ってくれるメンバーがいるわけですよ。こうやって喋りながらも1曲目何やろうかとかさ、ん1曲目だいたいいつもそうだよね、人の流れを切るの、そうやって今メンバーを紹介して一人ずつこう呼び込もうかなと思ってるわけ、うん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 、だから考えてて、あ俺がね、うんうん、黙って次なるやるかね、まあまあそんな流れでですよ、サポートでねいつも来てくれるメンバーがおりまして、この噛み合わない2人に噛み合うように入ってくれる人たちがおるわけでございます。このねフライヤーはね原稿裁バンドの元気くんがね、うん、戻したねまたね、違う今コメントが来てるからああそうなの、うん、そう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 、これねこのかっこいいデザインは、うん、あの原稿裁バンドの元気がデザインで、もう一個の方はもう完全に俺らに喧嘩売ってるやつある、ね、喧嘩売ってないから、うん、ほんとすぐそういうこと言うのやめてくれる大変なんです私じゃあやろうよ、うんうん、だから呼び込もうと思ってメンバー紹介してたわけじゃんか、ね、じゃあそのメンバー紹介します。あのベースの智彦ヘビールーパー、ね、智彦大変だよねいつも、いや面白いですよ
これをね、そうそう、配信で見てる人はね、あの面白かったよって言って、あ、多分ね、あと半年後ぐらいにあの元気出たらやるんで。やる、そうなの？やるやる、これは定期的にやろうと思っている。定期的に。俺の、うん、何？俺の、なんだろう、日頃の鬱憤をすべてぶちまける。坂田に対する、あ、違う、坂田さんに対する。いいよ、いつでも全然聞くよ、いつだって。ね、そしてあの今年になってからかな、去年そうだ、あの茜の誕生日の時にここ、うん、バオバブで、そう、そう、あのそうですよ、少なしね、あのエミランド、あのエミちゃんと茜に呼んでもらって対バンでやった時に初めて茜にあのちょっと叩いてって言って叩いてもらったらすごく良くてね、あの子は庭すもんかね、まんまとね、そうそうそう、それで年明け一発目のなんかあの自主企画のイベントの時に叩きに来れないかって言ったら行きますってね、ね、そうそうそう、でメンバーに格下げしようって、ね、そうすいません、赤ワインください、はい、ということで、ドラムス茜、茜なんかちょっとちっこくなったんだよね、茜はちょっとちっこくなった、うん、縮んじゃったんですね、 DJ もやったしな、そう、大きくなるんでこっから、うん、茜今日ほら茜のとこにもマイクあるから、茜喋るときはマイク落として、はい、うん、DJ の説はありがとうございました。初 DJ どうだった？いや本当に贅沢なことに楽しかったでしょ、はい、あの、うん、全部かよさんがやってくれました、うん、知って見てたから贅沢すぎます、うん、全部見てたから本当に超贅沢です、恐れ入ります、大丈夫ですよ、全然あかねのしもべだからね、私はね、やめてください、やめてください、もう全国に流れてますから全世界にそうなんですよね、ドラムスあかねちゃんです、こんばんは、何やんの、渋いのから始まったね、thank you.
僕は、どこまで行けるかな。マフラーから灰色の煙とか夜よ気ないで朝が待てない Highway Take a walk in the water side Say hey hi Take a walk in the water side 全部捨ててきてしまったガソリンだ冷たい風が呼ぶ方へ高く舞い上がれ時代変えるまた緑を Hey May Take a walk on the water side Say hey honey Take a walk on the water side トゥル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 ウォーキングワイルドサイドを歩けっていう曲ですよ ねどうしていつもそんな目で見る私はどんな目してる俺分かんないけど助けてほしい目逆に、うん、溺れてんだね大体、うん、大体人生になんか助けてほしい目をしてる大体、うん、そうだね、うんうん、そうそうなんかこう真面目にやっといて急になんか喋るみたいなもさ、うん、いやだちょっと待って自分でやりたいって言ったんだからねこの企画、うん、しっかりしてくれ、うんマジいやでも何も考えてないノープランなんだもん本当にねすごい人だよねノープランなんだからって言い切ったよこれなでも喋りたいなと思って、うん、みんなで喋、うん、ってもいいよ、うんね、どうなのあかねちゃんいつも通りですいつも通りだよね、はい、こんな感じですよねそんな感じで、ね、私がほら真面目な人だから基本的にそう真面目なんだよねすごいさちゃんとさ違う違うやろうとするわけよマジで違うスタジオみたいな雰囲気をさ、うん、あ BGM がずっとあれだね原稿祭バンドあムカつくね全然ムカつかないよすぐムカつくなよ本当に大変なこのおじさんは本当に大変なんですこう見えてねうん、うん、ねともひこいつも大変だよねあ回ってきたうんじゃあ俺ともひこにはすごい優しいんだもん、ね、知ってるともひこには優しいそうでしょうん私にはあの当たりがすごい強いそんなことないよ優しくしてるじゃないいやわかんない焼肉連れそればっかり何かがあると必ずじゃあだってツアー中とかすっげえ機嫌悪くなるんだもん急にしたら肉食うかっつって俺肉連れてってあのさ人間ってさ疲れたりするわけよ、うんうん、知ってるよ、ね、疲労が溜まったりとかするわけじゃん、うんうん、そしたらさやっぱりほらなんて言うんだろう元気がなくなったりとかするわけじゃん知ってるあいらっしゃいませ、ね、いらっしゃいませあのやってます一応こんな感じでそうでそうするとなんかだから私見た目で損してるんだよね多分そのほらなんか機嫌が悪いみたいな演奏も待ってますあ、わかりましたあ、タスクだタスクって神戸のさ、うん、紙切り屋のあ、はい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 師匠うんうんうん神戸、あの、見てくれてるんだってありがとうございます、うん、なんか見なくていいよって言ったんだよ俺絶対につまんないから見なくて自分ですそうでしょ、はい、ね、うん、自分がこういうことやってみたいって言ったんでしょうんうん すごいでしょ何がこれをやるっていうことわかんないけど本当にさ
違うけど分かんないけど、私本当によくこう本当に怒らないでね、自分が本当に気が長い人だと思うのね。なんか、あ、俺に対して、そう、本当に、どういうこと、え、通常だったらお前がやりたいって言ったんだろうが、うん、違う、何もやりたくないよ、やるみたいな、まあ、どうでもいいんですけど分かる、なんとかしてください、あかねさん、ちょっと難しい話ですね、うん、そうでしょ、でもとっても楽しいですよ今日、そうでしょ、はい、ね、DJ もやったし、はい、やったというかやらせてもらったというか、うん、やってもらったというか、はい、いいの、私は隣であかねがなんか楽しそうにしてる、あ、じゃああれ、あれ、あの話する、何、智彦のバーのスツールで星座事件の話するあれ本当に面白かったんだよ俺、いや、ね、私も面白かったあれは本当に面白くて、なんかね、インスタとかほら SNS で宣伝を上げるのにね、こう俺と智彦が坂田さんのことずっといじってたんですよ、スケバンが来たとかね、うん、ずっとなんか俺でもそれは違うんだよ、愛を持ってね、俺たちは良かれと思ってやってたのに、ある日、ライブでリハに来たら坂田さんがすげえ怒ってて、お前らいい加減にしろよみたいになってで、智彦と俺がへってなって、ちょっとお前らバカにしすぎじゃねえのみたいになってとかって、で俺は全然引きたくないから、いやそんなことないしみたいな、こう対抗する姿勢を取ったんだけど、智彦はこのバーのさ、こういうスツールあんじゃん、こういう高い椅子ね、その上に正座し始めてじゃあその上に正座したらおかしいじゃん人としていや だけどちょっと違うからね、そもそも私はそんな言い方をしてないから、うん、ちょっとさってなんかすごい調子よく楽しそうにしてたの、なんか店入ってたら、もう私本当になんかあの人たちどう超えてると思って、私のいじり方をね、私がずっと何も言い返さないからすごい調子に乗って、なんかその SNS 上でなんかスケバンが来たとか、なんかすごいなんかいろんなことをすごい、あ、ちょっと言い過ぎと思って、私だってやっぱ娘もいますしね、ね、かわいそうじゃないですかね、そんなのねと思って、それでさあつって、なんか楽しそうに話してるからさ、余計なんかちょっとイラッとしてさあつって、ちょっとやりすぎじゃないのつって、あれ何って言って、今日のあれはちょっとさすがにひどいよねとかって言ったら、なんか何の話だよみたいな、なんかこう言い返何がだよとかって言い返してくるから、あーって、なんかそうやって言い返してくるんだと思って、いやさあって、だって悪いと思ってないんだもん俺、そう、ね、本当に思ってない、いやねって、あれはさすがにないでしょとか言って、ここのここが揉め出したら、もう智彦が慌てちゃって正座、本当だってさ、いや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 とか言って、ちょっと待ってちょっと待ってとかって言って、私たちが揉め出したら、ちょっと待って、いやいやあれはね全部俺が悪い、俺がそもそも俺がとかって言って、そのもうなんか、いやすいませんでしたとか言って、なんかねこのそのスツールの上に、これだよ、この上に正座だよ、正座してなんか謝り出して、で二人して声を揃えて、おめえうるせえとか言ってね、おめえ黙ってろと、智彦関係ねえからとか言ってちょっと黙ってろとか言っていやいやすいませんとか言って、面白かったねあれ、そう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 、でまあまあまあ結局まあまあ一平ちゃんも引かずなみたいな感じで終わったんだけど、私たちすごい悪いから、その後終わった後になんか今日面白かったね智彦とか言って終わった後、智くん椅子の上に正座しちゃったねなんつってそういうね、そういうことがあったんですよね、トミコさんね、ごめんね私たちのせいでね、うん、っていうね、そういうことがあったわけですね、あれ面白かった、うん、それ三大事件、その焼肉事件とトモヒコスツールの正座事件と、うん、事件ね、もう一個あったよねトモヒコは、あ、携帯事件ね、それは1曲やってから話そうしよう、うん、それは多分ね長くなるよ、そうだよね、坂田さんのあれが、そうだね、事件がいろいろあるね、うん、何やる、じゃあ次何やろうか、うん、あ、じゃあカバーやりましょうか、カバーやりますか、
stretch I'm gonna down down train To dive up just to fight the guy on the train I'm in the corner on a holy lane Since the man without a man's track He's taking on the devil's back Across the stripe as a human step I saw him but I can't stand that Hell little boy, find a way home We're passing through while you're too far Hey little boy, find a way home How's it doing? I love you, boy, I love you It's your people cover the small one's head And I'll be sleeping on the pebbles there Across the cycles of human sin So that I'll be the king of jail Many fingers of a papa man Sitting and drinking on the cocktail glass I'm in the lonely, some exit fight I'm out of you from mother to put the mask Hey little boy, find your way home You're passing through by your children Hey little boy, find your way home You're passing through by your children のナンバーでジョキフルオブバーボン お届けいたしました。いや本当に腹立ってきた。自分でやりたいって言ったくせして本当に違う違う。俺があの酔っ払っていく様を見てもらいたいんだよね。ただただただ大丈夫、もう本当許してないけど受け入れてるから大丈夫ですよね。見てる人もあの多分びっくりしてると思う。そうだよね、うん、びっくりするよね。こんなこと配信するんだっつってね、うん、本当だよね、うん、あいつら何なんだったって。違いますよ、そんなことよりも、はい、今回その東京タワーね、12月27日に東京タワーでそのテントショーの第10回目ね、記念すべき第10回目の回目、うわさとちゃん東京タワーでやるじゃないですか、うんね、それにあたりいっぱい協賛をしてもらったんですよ。はいはい、そうです ね、あ、びっくりしたね。そうですよ、本当に来ないと思ってた俺、うん、いや本当にガチの自主企画で、私たちあの全部 PA のも入れて PA のシステムとかも入れて機材も全部自分たちで、借りてとかっていう風なことで、あヘリ飛ばすしね。そうヘリ飛ばしたりね、上空からドローンで撮ってもらったりとかね、なんかいろいろする、うん、そうで、まあ、本当にガチでじゃあの自分たちで全部持ち込みでやった企画なので、まあ、思った以上になんかいろいろ大変かもとね、大変だよっていう風なことになり、うん、協賛を募ってみたんだよね、うん、試しに、うんうん、誰かそのまあ一口いくらでこの企画にを開催するにあたり、まあご協力いただけましたらば、ありがたいですと。でまあその協賛してくださった方にはあの何と何をあのお返し
ご用意しておりますみたいなことでね、協賛募ったらもうまあね、思った以上に、そう、最初あの会社じゃない普通の俺の友達が連絡くれて一番にね、うん、で、あの、そんなロゴとかもないから何にもいらないけど応援したいっつって、うん、本当にで、すぐ会いに行ったもん、そうね、うん、とかね、うん、そう、で、それでもう全然、あの、あれだけどねその倍ぐらい使って会いに行ったからそうとかね、あのね、普段あのいろいろ地方でお世話になってる箱の人とか、あとまあすごくあのお付き合いの長い、ショップさんとかブランドさんとか、坂田さんのトムエツいいですね、あら、ありがとうございます、本当切るね人の話をとかね、ですごくあのたくさんのご協力いただきまして、あの改めてこの場を借りてあのお礼を申し上げたいと思います。本当に皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます皆様のおかげで私たちはあのなんかこうしておられますので、まあ、年末すごくあのいいライブにしようと思って、ちょっと頑張りますので、そう、あの何 PA とかも入れて、うん、綿密にね、そうです、結構やろうかと思って、そうです、で最後は俺がダイブ東京タワーからゼルダ、本当にやれよバリーンってバリーンって、あの効果ガラスを割って、もうね、ニュースになるからね年末に、そんなまあそうで頑張りたいと思っております。皆さん本当にあのご協力ありがとうございます、ね、時間が全然わかんない、1時間ぐらいやるっつって、ほんと、まあ、じゃあちょっと時間とか大丈夫なんだ時間とかないよね、誰が決めたんだろうね時間とかね、まあまあまあ、アメリカでもあれビッグバンが始まって時間が始まったんだよ、知ってる？こうだから地球は今ねこうビッグバンの中にいるので、ある程度したらもうねその爆発も終わって縮み始めるのよね、そしたらどうなんだろうなと思ってる俺はビッグバンの中にいるの、うん、だから今みんなあの爆発してんのよ、だから岡本太郎は言ってんじゃん、うん、爆発だっつって、うん、あれは気づいちゃってんだよねあいつ、うん、やっぱりね、わ、うん、かりました、智彦くんはあの位置に戻ってくださいなんだろうこの切なさは染みるな、そうね、秋風が、そうね、私冷たいからね、うんうんうん、そうね、うん、そうですよ、よし、じゃあなんかやろう、うん、みんな何聞きたいんだろうね、わかんないけど、あ、そのリクエストをもらえるとかね、うん、まあでもちょっとあのほらあのタイムラグがあるからさ、ちょっとなんかちょっとあのオリジナルをさ、オリジナルやりたい、やりましょうよ、何やろうか、うん、ありがとうやるじゃん、ありがとうやろうか、うん、通訳今通訳、ホンアリゲイター、この旅が終わる頃には忘れてた心取り戻すだろう、ホーアリゲイター、例えばそれは大げさなことではなくて星屑のかけらみたいなもんさ、イエーイイエーイ、光と影の中立ち尽くす、立ち尽くす、ホーマーは鳥の森で僕は生まれた、ただそれだけで人は僕をそう呼ぶよ、ホーアリゲイター、この旅が終わる頃に Oh, I'll be there. I'll be there.
夜空を流れる雲どこまでも追いかけて No place to go. You're gonna get me. Alligator, what have you done? どうもありがとうっていう曲でした。わかるじゃんね。今わかったよね。わかったよ。わかった。だからわかっちゃうとこが嫌だよね。俺もこの曲その曲知らないって言われて、アリゲーターだと思いますって。そう、だいたいねすぐわかる。それが嫌だなと思ってる実は。なんかね。仲いいんですよ、本当はね。で、私もなんか飲み物欲しいです。同じやつ。トモヒコなんかあれ、あの何コマーシャル的なことないの？コマーシャルですか？うん、こうやるみたいな。やっぱ東京タワーですよ。そうだよね、うん、今ここで他のこと言ったら本当に後で殺されちゃうから。東京タワー。トモヒコあれだね、大人になったんだね。いやいや、ね、なんか分かんないけど。トモ君ちょっと賢くなってきた最近ね。もうね、怒られたくない、この年になって。50前にして怒られるとかね、もう嫌だとか思いながら。やっぱ東京タワーあの携帯さ、携帯事件をついにさ、じゃあなんかね、こういう円になって演奏するみたいな時があったんですよね。で、俺がいて向かいに智彦と坂田さんとあとね、FIB ジャーナルの窓木さんがいて、で、あのものすごい緊迫する、俺誰に向かって喋ってるんだろう、いいか、緊迫する雰囲気の中、智彦の携帯がプルプルプルって鳴っちゃって、ハイブ中だよ。で、その瞬間に坂田さんが殺すぞみたいな目で見て、間に窓木さんが入ってたから、なんか坂田さんが急に我をはって取り戻して、で、俺はね正面から見てたから、その3人の様を。智彦がね、携帯プルプルってなって坂田さんが睨んでる時の智彦の目が人形みたいになってたの。なんか誰とも目を合わせないみたいな。見ちゃいけないと思って。なんかありましたね。さっきだけは感じてるんですけど。いや、すごい素敵な会場でね、島根のね、なんかあの文化財の、そうそうね、あれ良かったよね、洋館の中であのライブで、で、窓木さん呼んでね、ものすごいちゃんとした曲をさ、そうなんですよ、ね、あのなんかで、私はすごい気合い入ってたわけ、うん、初めてその PA ラプソディーズで島根に行くから初めて見てくれる人がいっぱいいるわけじゃない、うん、と思って、ね、うん、すごいなんかやっぱり、うん、あのよかったなって思って帰ってもらいたいなと思ってすごい頑張ったわけよ。それでそのじゃあゲストにって、山崎真希って言ってパーって真希さんが入ってきたら、プループループルーまさかの携帯の音がするわけ。そう、と思って。あれな、ひどかった。あのちょっと待って、本当にここであの配信だから言うのが本当に申し訳ないんですけど、
本当に我を忘れてあの飛びかかりに行きそうになりましたで間に窓木さんいたからねバッて見て胸ぐらつかみに行きそうな勢いだったんだけど窓木さんがくるって私の方を向いたでその窓木さんの顔を見てはっと思って今ライブ中だったと思って自分を取り戻したわけですよそれで気持ちを元に戻さなきゃと思ってじゃあそれ一部始終俺正面で見てたからそう反対側で一平ちゃんがこっち向いて見てたのずっとあの時の智彦の顔は面白かったでも私は窓木さんがいなかったら本当に我を忘れていた今ライブ中だっていうことを忘れて本当に智くんに飛びかかる勢いだったんですよだって考えられないでしょライブ中だよ携帯になっちゃうのすごいなと思ってこの あれですよあれそれからはあれですよ僕はあの電源切るようにしてライブ前に電源入ってないか確認するようにして違うそれもなんかね坂田さんにわざわざ電源切りましたって報告してる本当にこの子本当にと思って私しかもなんか終わった後に私それ言おうと思ってなんか智彦がと終わった後に会った時になんか智彦にがあ、かえちゃんお疲れ様とか言ってなんかっていう感じだったからんと思って なかったことにねしようと思ってんと思ってトト君さって言ったらえ、なに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 とか言っちゃってすごいなんかそうえ怖いとか言って言うからびっくりしていやあれよくそれでいけると思ったね本当だよね、うん、いやもうなんかダメでしたけどあれはないよねダメでしたけど結局裏に呼び出されたの芸人館の芸人館の裏に行って怠慢でなんかいろいろ人がいないと思うんだよ人がそう、それまではともくんだったけど裏行ってからやっぱこうそうです、まあまあまあそんなことがあってねびっくりしちゃういや本当になんだよ想像をなんていうの常に超えてくるともひこのなんかそういうのってそうだよねいや俺のすごいなと思ってその日俺の電話一切鳴ってなかったのに、うん、そうなのそのしかもあのだから入ってるとか思わなかったしみたいな紹介したタイミングで鳴るっていうのが本当にすごいもうね本当にねここみたいなタイミングで本当にすごいよね本当に面白かったねそうだから好きにはならないけど、うん、すごいなと思ってるそうそうならないけどいや俺クビになりかけてますからねそうだね一平、ね、ちゃんがつなぎ止めてくれてるけど俺が預かるっつってね、うん、ねなんかね、うん、そうそんなことがねあってね智彦はなかなか事件を起こしてくれるんだよねいやそうだから大体でもそのほら何そう大体さなんかこう想像できるこう範囲だったりとかするわけじゃないですかさそれ軽く超えてくるから本当にびっくりするんだよねありがとうございます、うん、やっぱだからあの好きにはならないけどすごいと思ってるいやもう、うん、東京タワー頑張りますなんかちょっとムカつくねムカつくでしょ舐めてるよね、やっぱりね。だいたいバカにしてる。リスペクト。ヤマン。ヤマン。本当にね。はい、やりましょうか。やりましょう。もうそろそろ最後の曲ぐらいじゃない？そうなの？もう15曲ぐらいあったもんだって。やってない。何やりますか？ドライドレッド、あ、ドライドレッドやりますか？ドライドレッドやるの？その途中やる？何？本当？みんな、本当？どれ何分なの？もうすぐ9時になりますよ。あ、じゃあ、なんかやろうよ。んね、智彦はそんな、うん、切ってください、智彦さん。はい、智彦さんは何やりたいんですか？僕はもう、ピエラプソディの犬なんで。本当そん本当に微塵もそんなこと思ってないくせしてね、大体バカにしてるよね。何？あれやりたい俺。何？ああ、はいはい。Your baby
here, baby. Oh, girl, 僕だけの Look here, baby.キーとかも忘れちゃったね、うん、すごい小声であ忘れちゃったってびっくりしたよ本当にびっくりしたでしょ、うん、もう慣れてるけど大丈夫びっくりさせたい全然だ大丈夫ですよじゃあこんなもんかなえ本当あの配信の方はこんなもんで配信の方はこんなもんなのこんなもんだと思いますそうなの、うん、本当みんなそれで許してくれるのかな私たちをちょっと虎が雨ぐらいやろうよね虎亀ぐらいやる、うん、いいよ、ね、久しぶりになんか大丈夫かな結構久しぶりだよねそんなことない久しぶりだから今思い出してるやるよはいよ、うん
笑ったことも悲しかったことも忘れて忘れて忘れてしまえばいいな。水はさらさ流れいつかあの場所へたどり着く。配信をご覧の皆さんはまたどこかでお会いしましょう。12月27日東京タワーでライブありますんで配信もあります。よかったら見てください。ありがとうございます。この後10時から、うん、ただ飲んでる様を配信するかもしれない。あ、そうなんですね、うん、ということです。皆さん打ち上げの風景をということですわかりましたね、皆さんよろしくお願いします。来れない方は配信で見てください。フィエラプソディでした。ありがとうございます。イエーイ。 OK、 じゃあ DJ はトモヒコヘビルーパーどっか行っちゃった。じゃあさ、トモヒコ、いや鳥じゃないですか。